作戦の部下ということで、今回はオクターブ上と下の注意点という動画をお送りしたいと思います。サックスのミキです。今回はですね、コメント欄に来て質問にお答えしたいと思います。この方はですね、オクターブ上のソーとかソーシャープが外れやすい、音がギャヒギャヒなんかなっちゃうということで、どうしたらいいですかという質問を受けました。まあこういう方はね、多いと思います。サックスはですね、下のソーの音も上のソーの音も外れやすいです。それはもう構造的な問題らしいですけれども、外れやすい。それに対してですね、対処方法はいくつかありますので、そういったことをお伝えしたいと思います。サックスの初心者の方とか、まあ、ちょっと上手くなってきて、上の方の音とか使い出した人をですね、特によく見てもらったらと思います。これまでもね、言ってる情報が多いかと思いますけれども、まとめ的な感じでね、今回解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルはサックスが本気で上手くなりたい人のために様々な情報を発信しています。チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それでは、質問内容の方を読みたいと思います。この方はトコチャンネルさんですね。どうもありがとうございます。いつも拝見させていただいております。テナーサックスを吹いておりますが、上のソーとソーシャープの時にギャヒギャヒと変な音が出ます。タンギングで出すと出ないこともありますが、スラーで吹いてると鳴ることが多いです。なんとか攻略したいです。楽器はキャノンボール、マウスピースはオクツ、リードはダダリオのジャズセレクト 2H か2、リガチャーはハリソン、マウスピースを変える前はセルマー S90-180、リードは 3M か S、ジャズセレクトのことですかね、の 3M か 3S と。リガチャは同じで、前のセッティングでもギャヒギャヒになっていました。アドバイスよろしくお願いいたします。ということですね。どうもありがとうございます。この方はですね、オクターブ上のソーとソーシャープがギャヒギャヒ外れると。今回ですね、テナーサックスで質問を受けてますけれども、まあ、アルトでもね、ソプラノでも全般、サックス全般一緒なので、ちょっとアルトでお答えしますけど、ギャヒギャヒっていうのは多分、まあ、こんな感じの音ですかね。いわゆる重音っていうやつですね。オクターブ上の層と、まあ、下の層ですかね。が、まあ、ちょっとこうなっちゃってると。っていうことですね。これはですね、まあ、初心者の時によくある症状ですね。タンギングで出すと出ないことがあって、スラーで吹くとなることが多いと。まあ、これはですね、タンギングするときは、タンギングすることで、その圧力が保ってて、出るんでしょうね。で、スラーになると知らない間に息が弱くなって、音がゴロゴロ言うって感じですね。で、僕は今この音をギャヒギャヒね、させたのはですね、口を緩めて、息をめちゃくちゃ弱くしたんですね。だから通常はですね、まあ、こんな感じで、まあ、パーンとなるんですけれども、それをこう息をですね、すごく弱めて、口もちょっと緩めてですね、へーって感じでね、ふーって吹かずにへーって吹くとですね、こういった音が出ます。で、こういった音はアドリブの場面でわざとね、こういった重音とかね、使うこともありますので、まあ一つのテクニックにもなってますけどね。こちらにですね、そのオクターブ上と下のね、ちょっと注意点を書いたんですけど、この方がスラーで吹くと出なくなるっていうのはですね、まあこういったオクターブ上の音域とオクターブ下の音域の特性に、当てはまるかなと思いますね。スラーで吹くときはだから息が弱くなっちゃってると。で、なんで息が弱くなるかというと、オクターブキー、これね、例の音からオクターブありってことで、ドーシャープから下はなしってことですけど、オクターブ上、オクターブキーありね、オクターブキーを押して吹く音域は抵抗がね、かかるんですね。オクターブキーを押すことで抵抗がかかるんですよ。これね、バカにできない抵抗ですから、その抵抗をですね、押し返すようにしっかり吹いていくことが大事になります。オクターブ下はですね、まあこれは中音の層からドーはですね、すごくなりやすい音になりますので、口が崩れやすいんですよね。口が崩れやすかったり、息も弱くなりやすいですから、アンブシアをしっかり保つようにするっていう、こういう注意点をちょっと押さえておく必要があるかなと思うんですね。おそらくそのスラーで吹いてる時はなんか下から上がってくるとか、そういうので吹くとですね、その抵抗がかかってるのに、オクターブ下の吹き方みたいな感じで吹いてると、息がオクターブ上のその抵抗に負けちゃって、ギャヒギャヒ、さっきみたいに重音が出ちゃうっていうことだと思いますね。だからオクターブキーを押したら、音量はそうですね、まあ、1.5 倍ぐらいにするつもりで、吹いて、まあ、しっかり鳴らしていくっていうのが大事ですね。高音域ね、オクターブ上の音域はとにかく息をしっかり入れて、どんどん鳴らしていくことが大事です。そうよりもっと上になるとね、キーを結構開けていきますから、その分音がですね、細くなっちゃうんですね。だからですね、その分息をしっかり入れて、音を太くしていく必要があります。で、そういったことを気をつけてると、オクターブ上の層もそれに伴って
なってなりやすくなってくると思います。この下の方にですね、次層についてということでちょっと書いてみました。オクターブ上の層とオクターブ下の層書いてます。オクターブ上の層シャープもオクターブ上の層と同じように外れるということですけど、オクターブ上の層も受音をですね、僕がさっき試した時にやったら相当ちょっと近いぐらいですね、出しやすかったので、そういう意味で外れやすい音かもしれないですね。だからですね、このオクターブ上の層もオクターブ下の層も上下とも外れやすいです。だからですね、矢印で息をしっかり入れて鳴らすと、で息が弱いと音外れやすいですよというのはさっきも言いましたね。オクターブ下の層もですね、鳴らしやすいとこなので口が崩れやすいんですよね。口が崩れるとその息の圧が弱まりますよね。穴が広がるってことですからね。あとはその振動が甘くなる、リードの振動がですねちょっと甘くなっちゃうので、まあ、外れやすいですから、しっかり息を入れるってことですね。こうしっかり息を入れる、これがですね、弱いとですね、外れやすいんですね。ちょっともう僕、慣れちゃって外れないんですけど、初心者の生徒さんとかはよくオクターブ下の層は外れて、上の層が出ちゃう場合がありますね。だから、しっかり息を入れて、こう抵抗に打ち勝ってですね、低い層をしっかり鳴らすっていうのをよく指導しますので、まあそういったこともですね、オクターブ上の層と合わせて覚えとくといいかなと思いますね。あとまあセッティングに関してはですね、この人、ちゃんとしてると思いますので、多分吹き方の問題だったと思いますね。だから以上のようなことを気をつけてください。でこういったことをやるときは、下の星印のとこですけど、ロングトーンなど基礎練でね、しっかり鍛えていきましょうということですね。テンポ60で7拍しっかりオクターブ上の層とかオクターブ下の層がまっすぐな音でね、伸ばせるようにするといいですね。こちらにテンポ60鳴らしてますけども、これでこんな感じですね。今低い層を吹いて、オクターブ上の層を吹いて、オクターブ上の層シャープを順番に吹いてみましたけど、こんな感じでしっかりまっすぐですね、音を出せるように注意してみてください。そういったことをルーティンで毎回やってると、層は克服できると思います。あとですね、最初は大きな音でしっかり鳴らしてほしいんですけど、慣れたらですね、小さい音で吹いても安定するように、こう息のスピードとか調整してね、鳴らせるようにしてください。ね、いきなりやるとちょっと難しいかもしれないんで、まずしっかり大きな音で鳴らすようにしてください。そこでまあ見えてくるものがあると思います。ということですね、こんな感じでサックスに関することであれば何でもコメント欄の方に質問してみてください。随時こういった動画とかテキストで回答していきます。あとこのチャンネルの動画が役に立っていて応援したいという方、優先的に質問に答えてほしいという方はチャンネルメンバーシップの方をぜひご利用ください。概要欄の方にリンクを貼っております。サックスの